寺井はそこまでもしかしたら計算してやってたかもしれない。お前何入れとんねん、俺勝てんやねんか、俺に勝たせろっていう話ですよね。ひでえとか、そう思わないですよ。パチンガッチャ悪いな、こいつらみたいな、俺ら絶対倒したるわみたいな、そういう気持ちをかきたててくれる店がやっぱり僕はパチンコ屋だと思ってるんで、万発聞きに来たー、よっしゃー、聞いたぞ。はい、ということで、今日はですね、なんと大崎一万発さん来ていただいてるということで、以前ね、ジェームスさんが万発聞けという、ライブをやったと思うんですけども、緊張されたで、実際に、まあ、聞きに来ていただいて、まあ、演者、そして YouTuber、店舗という立ち位置で、いろいろとディスカッションをしていただければなと思います。はい、エルのことを言っていいですか。もうその好きに何でも話してください。いいですか、ジェームスさん。いいですよ、いいですよ。はい、いやちょっとやりにくいな今日。実はね、俺万発さんのこと好きなんですよ。急に。いや好きなんですよ。僕だって嫌いじゃない。うん、めんどくさいと思ってるけど、嫌い。なんこの大人の研修しながら、もう牽制球投げまくりやん。いや僕もね、本当ね、万発さんのこと好きなんですよ。飲んだくれのクソオレンジと思ってるんですけど。はい。まあ、一応言う場じゃないですからね。あくまでディスカッションですよ。はいはい。じゃあちょっと話を進めていくと、はい、まあ、デッテエルの事件あったじゃないですか、はい、ね、キング観光で、はい、まあ、某一択さんがね、動画内で注意をしたと、うん、いうことに関して、まあ、万発さんも、うん、あのエルに関してという動画を上げて、うん、それに対してジェームスさんも万発聞けというライブをやってるということでね、うん、はい、実際にここにいる2人で、どういう内容だったのか、はい、で中立にいるね、室岡君にね、意見を求めたりだとか、お、何ジャッジ、あ、ジャッジ、まあそういう、ディスカッションをしていただければなと思います。わかりました。はい、はい、あのまあね、寺井君がやった一件ですけど、まああの僕はね、まあ、そもそも言うと別に店は得るだろうがやっていいんですよ。そもそも違法な設定じゃないんだから、使われてしまったっていうことに関してそれはまああるんじゃないのとしか思わない。ただし、L はそのお客さんが打ったら分かる、打つ前から見たら分かるみたいな状況になってるから、それが営業中に見つかった、それお客さんが打つとふざけんなよってなるのは分かってる。だからまあ そういうミスが起こんないように慎重にチェックしないかんっていうのがまあ店の義務やと思うし、で逆に使うよ、うちは使うし全然ええやんけって、店は使えばよろしいんだけども、使ったら使ったで今の SNS 時代はめっちゃ拡散されてお店のイメージはめっちゃ下がるから、それでも良かれだったら使っても全然いいと思ってる派なんです。まあ要するに全然違法じゃないから使っていいんだけど、使うと店側にもお客さん側にもメリットがないから使うわけないじゃんっていうことを言いたいわけですよね。そう使うなりのリスクがでかいんで、で客の側もこの店はじゃあ L 使ってるから行きたくないってなったら行かなければよろしいし、はい、L を使ってる店やけどもこの店は特備はめっちゃ出すからとか、平日でもこう設定あるからだったらそれ行きゃいいし、いやもうどっちかですよね。そうそう、でもここまでは文句を言うようなわけではないじゃないですか。ひでえとか、そう思わないですよ。使う店だって他にもたくさんあるわけじゃないですか。 SNS もいっぱい店のイメージがどう変わるかってそれは受け止めた上で使えばよろしいと思ってるね。まあでもここまではね、うん、あのジェームスさんもまあ確かにそうだなっていうところだと思うんですけど、はい、なんか最後のなんかあんまり美しくないやり方だったみたいな話があったんで、ああまあそうそう、いやそれはね、使うたっていうことよりもジェームさんも言うけど、はっきりすまんなと間違えたんやと、もうそれ一言で、はい終わりにしといた方が良かったと思ったそれに対してじゃあジェームさんどうなんですか。あのあまあ、日本だったら謝りました、どうもすみませんでしたってね、うん、言えばもうそれで終わりになるみたいな、うん、なんでお前素直に謝らないのっていう感じで、うん、そう、俺設定で売っとらんわおい俺は売ってないわまあまあそれを美しくないって言ってるんですよ、要は。いや美しいか美しくないかっていうのはそれぞれ人の価値観なんですよ誰かねブスだと思ってる人でもね、その人の旦那さんもいるわけで、みんな美しいと思ってるんですよ。俺は美しいと思ってるんだよもうね、あのあのな切腹なんかしたら美しいと思ってるんだよ。切腹美しいと思うやつもいるけどな、俺は切腹なんかしたって美しくないんだよ。俺はな、のうのうとな生きてきて生きたいわけですからなるほど、あのね、いいね、まあそれは置いといてですね、要は万発さんはやっぱその責任者なんだから、自分が打ってないじゃなくて、うん、
やっぱそこの責任は自分がその謝罪するべきだっていうことを言ってるわけですね。だからそれもそのもう本当に大変な問題を起こしてすいませんでしたことじゃなくて、ごめん間違う時もあるやんと、はい、だってそもそも L を使って商売日頃からしようと思ってないでしょ。でもいやあのね、うん、どこのパチンコ屋も L って入れたくないですよ。そりゃそうですよね。そうですよね、そうですよね。でも なんで俺が謝るの。いやいやでもそう、そうだよ。謝っといたら丸く済むやないですか。いや俺ね、物を四角くしたんですよ。いや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 、ちょっと待てや。も四角くしたいんだよ。だから面倒くさいっていうこと言ってるわけよ、こっちとしては。これはこれで、ね、潔いいですよね。だって切腹したくない。ね、もうこれはこれで潔いいんじゃないですか。聞いて聞いて、じゃあ、あのうちのスタッフがコロナになったら、俺のせい俺のせい違うでしょ。まあ、それはそうですね。俺のうちのスタッフが、ね、どっかで痴漢して女の子を死んじゃって捕まったら、俺のせい俺のせい関係ないよ、そんなの。ちょっと違うんですよ、違うんですよ。そこは筋通ってますね。いやいや、それすごいと思ったわ。うん、全く別の事柄を出して、もうひろゆきなんや。そうそうそう。すり替えじゃないですか。すり替えだよ、ただ。それ、頭悪いってなりますよね。室岡君はどうな、その今のやり取りを聞いて。やっぱ数字取りたくなっちゃうんですよ、YouTube やってると。なるほど。媒体とかもそうですけど、今結構やっぱ数字取れないんで、YouTube だと。で、やっぱこういうなんかまあ店の歌詞だとかそういうのがこうもうパッと出るじゃないですか、動画で。絶対伸びるんですよ、バズるんですよ、これ。そらまあそうやね。なんか例えば L とか発見したら、この店 L 使っとるとか言って、こうやってスマホ撮り撮って、で、これも上げるじゃないですか。めちゃめちゃ伸びるんです、絶対。まあ、室岡君だったらそうするってことね。別に、この媒体がそうだったって言ってるわけじゃないですからね。いやいやいや、寺井君は個人やったらわかるで。個人 YouTuber だったら、そら確かにバズったら得やから。はい。ただほら、媒体属して媒体の動画で出てるわけじゃないですか、はい、いや媒体側は絶対そんなもお得意様にマイナスになること出すわけないじゃん。だから諸々の理由であれが動画にまず編集として載っちゃって、はい、キングさんに見てくださいって出したらなアウトになり決まってるやん。でも結果的には出ちゃってるわけですよね、うん、そうなんそうなんほんで損があったのかどうかっていうのは今はそのスクープさんとお付き合いはあるんですか。今もあ、今もありますよ。例えば僕、はい、3日前に寺井君と実際会いまして、おあくまでもスクープ TV っていう媒体の人なんで、うん、あすみませんでしたと、うん、まあ、寺井君が編集してるわけでもないので、うん、カメラが流れてるから自分が面白いなと思うってことをずっとやってって、うん、あとは編集さんが忖度してお店に不利な情報とかそういうのはカットするっていうのは当たり前なんだけど、うん、え、じゃあ逆に言うとそこまでその継続した取引があった中であれをぶっこんで切ったスクープさん、それが僕はちょっとじゃあ逆に分からない。でも今の話の流れでいくと、うん、媒体としてはそんなことやるわけないじゃないか、うん、でもやっちゃったで、うん、動画も再生もついた、うんうんうん、でもキングカンコさんとお付き合いは続いている。これも一人勝ちの図じゃないですか、これ。まあそうなっちゃうよね。だから、ね、その作詞の寺井はそこまでもしかしたら計算してやってたかもしれないわけ。まあでもそれは寺井さんかどうかわかんないですけど、うん、それをその運営してる側で計算してたのか。ちなみにですね、はい、その設定 L を入れたお店なんですけども、先々週とか先々週とか三重県で稼働一番でしたね。逆に逆に、だから全く影響ない、ダメージなかったです。影響ないです、はい、結果相乗効果でいい効果が生まれたってことですか、ね、うん、でその稼働に影響がないっていう、はい、ね、はい、ことだったらまあ結果的に丸く収まったっていうことにはなりますよね。やっぱね、僕考えたんですけど、そのスクープ TV の編集さんはユーザー側の目線で多分編集をしてるんですよ、うん、やっぱり僕もパチンコ YouTube とかねいろいろやって思ったんですけど、お店側の動画って伸びにくいなっていうのは、やっぱりお店側としては L 設定、あ、9万入れたら入れちゃったな、あ、ごめんなさいなんですけど、うん、お客さんにとってはお前何入れとんねん、俺勝てんやねんか、俺に勝たせろっていう話ですよね。だからそっち側の目線で立ってる編集者だったんだけど、うん、でもやっぱり、お店との関係があるんで、あ、すみませんってなっちゃったんですよね。まずの後にですね、うん、そうですね。ユーザー側目線からいくと、うん、なんか寺石さんが言ってあげてるみたいな感情を持ってる人が多いので、うん、そうなの。いや、やっぱあるんですよ、それって。せっかく言ってあげてるのにみたいな。それは完全意味わかんないけど、いや例えばその寺井さんが来るからみんな集まる、お店にとって利益になる、うん、寺井さんがせっかく行ってあげてるのに、うん、そんな時に使うなんてっていう意見もあるわけですよ。あ、結構多いですよね、その多分ユーザーそういう考え方ね、
まず寺井さん人気あるけどさ、そうですね、あんなズバリ言うわよみたいな感じでよくぞ言ってくれたってみんな共感するやん。すごいもうね、本当に。ねね、基本まあ、悪口、そのユーザー目線っていうのはもちろん自分が客として打っている限りはユーザー目線にならざるを得ないわけじゃないですか、はい、あ、もう設定ここ全部1だなとか分かるときあって言うときもあるんです、もちろんの、うん、ただしそこでエンターテインメントでギリギリ店が万が一見てもぶち切れるか切れないかギリをついていくっていうのはこれがセンスになってくるんですよ。もし僕が店に行って L を見つけたらこれは触れないです、ガチになっちゃうから。悪意を持って入れたとは思わないですよ、当たり前だけど、さすがに。ただあ間違っちゃった、これミスだろうなと思うから L の部分はやっぱ出さないです。面白でギリくくれるラインをついていくんじゃすごく大事なことなんで、寺井君のやつは僕だったらやらないです、さすがに。その無料だろうがやらないです。そう、ダメージを与えてしまって、そらお店さんの理屈もあった、ミスったのわざとだろうみたいな言い方をするとそれはお店の立場もないわけじゃないですか。だから僕はやらないですけど、ただそれをだから業界に忖度してるとか、丸か×かだったらそれは忖度してるってなるわけだけど、でも当たり前じゃん、その当たり前、人間関係の中においてはそれぐらいの気は使うわけだしね。それをでも、うん、双方ダメージがない状態に持ってってるジェームスさんめちゃくちゃすごい。いやそれはすごいと思った、ね、確かに。いやいやマジでマジで確かにそうだ、めちゃくちゃすごくない。え、俺すごいの、はあ、今話で聞こえてたら全部のヘイトを自分に集めていったっけ、うん、俺もライブとかそうだ、いやそれは計算してない、なんかあれ違う、なんか俺になってるけど計算で計算してないって言う集めたよ、悪いとこだけ集めたマジンブーみたいな。あのね、どうやっても好かれないんですよ、うんうん、宿命的にね、宿命的にね、うん、しょうがない、だったら嫌われてやろうと、嫌われてやろうと、そして双方丸く収めようと、そう、嫌われてることを開き直って、開き直ることがエンターテインメントとしてそれを出せたらそれでいいわけですよ。いやそれだから片連れとかってまさしくそこになってるんですよね、だから狙ってないね。いや僕はね、女の子にだけモテればいいんで、あの俺パチンカスにモテなくてもいいんだよ。そうでもね、ジェームスさん本当に業界ってやっぱイメージが昔から悪いから、こう好かれたいみたいな意識の方っていうのもたくさんいらっしゃるわけですよ、特に若い世代の方なんか、はい、でもさ、それってこう頑張れば頑張るほど空回りしたり、逆になんか痛いと思われたりみたいなところってどうしても残るんですよね、うん、でまあそれを諦めずに続けることが本当にイメージアップになるんだって考え方も間違ってると思わないんだけど、やっぱ一種開き直りってのは必要で、何悪いんだよみたいな、はいはい、そうそう、そこのところジェームスさんもはっきりこうって言って、だって公言できないから、こう自分 の、 あの会社のチャンネルで、はい、いやだからそれはそれでパチンコ屋のあり方として僕は非常にありだと思ってる。だからキングカンコウさんってめちゃくちゃトっぽいじゃないですか、やり方トっぽい、とんちゃくちゃメラリつけたりやるときあんぞみたいな、で店の作り方だってうらーみたいな店作るでしょ、はい、パチンコ屋として大好きなんですよ。だパチンコ屋ってこうやってほしいっていうのを形にしてるから、うん、それでお客さんがうわー来てて全然何が悪いのっていう感じじゃないですか、うん、だからやっぱりそのなんか薄利で皆さんを遊んでいただいてちょっと遊戯代をいただきますって、これ理想系やけど、いやそうじゃないパチンカって悪いなこいつらみたいな、俺ら絶対倒したるわみたいな、そういう気持ちをかきたててくれる店がやっぱり僕はパチンコ屋だと思ってるんで、昔はね、うん、やっぱ多かったっすもんね。そうそう、昔多かったし、朝場所やってるんだぞっていうぐらいのね、あの店員さんも大体パンチパーマで怖かったもんね、昔の店員さん。やっぱ金冠工さんのやり方っていうのはね、やっぱこうやっぱね、目立ってなんぼっていうおもちゃがあるわけだから、うん、やっぱパチンコ屋だなって思いますよ、本当に。僕は好きですから、うん、月に何本収録欲しいです。待って内面を呼んでくるな。これはもう置いとって正解ない。じゃあ最後ムロカ君総括してください。え、これ今の総括しろ。まあなんかね、いろいろ、まあ、話しましたけどね、まあ、結局、まあ、いいお店だっち、まあね、いいお店なんですよ、はい、多分ね、うん、いや、いいよ、いや、いい有料店かどうか知らん、僕はそれは知りません、ただ好きな店っていう、これだけ間違いですね。まあ、僕は仕事くれる限りいいお店です。さすが、さすが柴田の弟子。あ、ちょっとやめてくださいよ、その名前出す。今日も散々出されてるんですよ。そうやな。あのさ、はい、終了、終了、終了。はい、ということで、今日は、マッ
発聞きに来たということで、いろいろなこと話していただきました、最後まで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。本当にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、好評でしたらまたこういった企画もやっていきたいと思いますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします、はい、じゃあみんなカメラ向かって、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アンチコメントは書かないでください。またライブが始まりますんで。